2021年6月25日から8月7日の40日間にわたって、オーストラリアでタリスマンセイバー21が開催されました。自衛隊も参加したそうです。タリスマンセイバーというと、アニメかゲームに登場するキャラかグッズのようですね。事実、原作もアニメも大ヒットした少女漫画、美少女戦士セーラームーンにも、主人公たちの仲間として活躍する、外部太陽系三戦士の武器が、タリスマンと呼ばれていましたし、タリスマンゲームというのもあるそうです。また、お守りという意味があるので、若い女性たちが、アクセサリーとして身につけることも多いようです。しかし、このタリスマンセイバー21は、アメリカとオーストラリアが主導した合同軍事訓練のことです。ロマンチックなものではありません。残念ながら。今回の主題は、このタリスマンセイバー21です。オーストラリアクイーンズランド州ショールウォーターベイ演習場などを中心とした場所で開催されました。ショールウォーターベイは、オーストラリア北東部にある広大な場所です。広大な演習場では、日本国内では、射的距離が長すぎて練習できない、長距離大砲の実弾発射訓練などが行われるそうです。この合同軍事訓練に参加したのは、オーストラリア陸軍第1師団、アメリカ海兵隊第3海兵隊機動展開部隊、イギリス海兵隊、そして陸自水陸機動団第2水陸機動連隊などの、そうそうたるメンバーでした。陸上自衛隊の水陸機動団は若い組織で、創設されたのは3年前の2018年平成30年3月です。知らなかったという人も多いのではないでしょうか。創設の理由は中国です。中国艦艇が尖閣諸島近海に幾度となく出現する回数が多くなったので、離島防衛や奪還を主目的とする水陸両用作戦の専門部隊を作ることになったのでした。タリスマンセイバーという訓練自体は、もともとはアメリカとオーストラリアが中心となり、2005年、平成17年から1年おきに開催されている多国間共同実動訓練のことなのです。14年の歴史があるということになります。今回のタリスマンセイバー21には、前述のメンバーの他に、オブザーバー参加として、カナダ、ニュージーランド、韓国が参加したのです。前回2019年のタリスマンセイバー19には、日本、アメリカ、オーストラリアの3国が参加しましたが、今回はイギリスが加わったので、4国になったのですが、ご存知のように、世界的なコロナウイルス蔓延という懸念材料があったので、参加人数は減らさなければならなくなりました。前回は2万人でしたが、今回は1万7千人だったそうです。それでも、そんなに多くの人が一箇所に集合したんですね。肝心なタリスマンセイバー21の目的とは何でしょうか？オーストラリア国防軍関係者の言葉ですが、この演習によって、いかに過酷な環境であっても、アメリカ軍とオーストラリア軍が、短時間で、重要な任務を遂行できる能力を持っていることが、証明できる。そして、周辺の友好国や同盟国と、広範囲にわたって、相互運用の可能性を考える、絶好の機会になるだろうとのことでした。簡単に言えば、いざという時、3カ国が一致協力して、素早く対応できるように、トレーニングをするということになるのでしょうか。今回参加した4国、アメリカ、オーストラリア、イギリス、日本の水陸両用上陸作戦部隊は、
非常に高度な陸上戦闘訓練を実施しました。が、油断禁物ということでしょうか。演習海域付近には、中国海軍の情報収集艦2隻が航行していたというのです。気になってしょうがなかったんでしょうね。偵察行動をしていたのでしょう。さすがの軍事大国中国といえども、そうそうたるメンバーで行っている訓練を指しできなかったというわけです。無視できないどころか、逆にかなり意識して重要視していたということかもしれないと思います。陸上訓練だけでなく海上作戦も展開されたということです。ここで、参加した艦艇を紹介しましょう。まずアメリカです。強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦ジャーマンタウン、アーレイバーク級駆逐艦ラファエル・ペラルタ、補給艦アラン・シェパード、ラパハノックという陣容でした。オーストラリアは、強襲揚陸艦キャンベラ、ドッグ型揚陸艦チョールズ、駆逐艦ブリスベン、フリゲート艦パラマッタとバララット。カナダからは、フリゲート艦カルガリーが参加し、韓国からは、駆逐艦ワンゴンなどが姿を現しました。こう並べると、艦艇には土地の名前を付けることが多いんですね。カナダのフリゲート艦は、1988年、昭和63年の冬季オリンピック開催地の名前です。メダルは取れませんでしたが、フィギュアスケートの伊藤みどりの活躍が記憶に残った五輪でした。日本の艦艇は、海自護衛艦巻波が参加しています。余談ですが、巻波というと、大ヒットアニメ、新世紀エヴァンゲリオンを連想しますよね。映画版に途中登場した巻波マリというキャラがいます。謎めいた人物というミステリアスな設定と親父ギャグを連発する不思議なキャラでしたが、終わってみると、結局信じとくっつくという、かなり美味しいとこをかすっていったという気がします。艦は9台。さて、前回のタリスマンセイバー19には、陸自の水陸機動団、海自のヘリコプター搭載護衛艦伊勢、輸送艦国崎が参加し、アメリカ海兵隊との共同対処能力向上訓練を行いました。この時には、日本の艦艇国崎から出動したと思われます。しかし、今回の21では、水陸機動団第2水陸機動連隊は、日本の艦艇ではなく、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベラあるいはチョールズに乗艦することになりました。オーストラリアの首都の名を冠したキャンベラ型強襲揚陸艦は、スペイン海軍の強襲揚陸艦フアン・カルロス1世をオーストラリア用に設計し直したもので準同型艦です。ドッグ型揚陸艦チョールズは、別名米型補助揚陸艦ですが、この艦の前身は、イギリス海軍補助艦隊のドッグ型揚陸艦ラーグスベイで、同型艦が、すべて、ベイという名前を付けられているからということです。駆逐艦ブリスベンの原型は、スペイン海軍駆逐艦ホバート級、フリゲート艦パラマッタ、バララットも、ドイツ海軍フリゲート艦を、設計の原型にしているアンザック級です。とくると、オーストラリアがオリジナルで作った軍艦は一隻もないということがわかりますね。いろいろとオーストラリアについて説明しましたが、つまり、オーストラリアは、軍艦の建造はもちろん、設計も一国ではできないということが証明されたのではないでしょうか。結局は、他国の軍艦を改良したり、改修しているわけですからね。こういった事実が建造計画進行中のハズのアタック級潜水艦の建造がかなり遅延している原因の一つではないかと見られているようです。ちなみに建造費も
莫大に跳ね上がっているそうです。入札当時、日本やドイツの提案を蹴って、発注先をフランスに選んだアタック級潜水艦ですが、前述の通り、オーストラリアには設計技術がないので、相手、フランスの言い分をそのまま飲むしかないのかもしれません。そのため、コストの増大も建造遅れも我慢しなければならないのではないかと心配してしまいますね。余計なお世話かもしれませんが。日本は、タリスマンセイバー21には、護衛艦や輸送艦を派遣しませんでした。理由は推測するしかないのですが、万が一の時、水陸両用機動団は、他国の強襲揚陸艦から、行動をすることになる可能性があるためではないかという見方があります。簡単に言えば、戦争や有事の際には、日本の機動団であっても、日本の艦艇から出動できるとは限らないわけです。日本の艦艇が出払っているかもしれないし、使い物にならないという嫌な可能性もあるわけですから。となると、動ける他国の艦艇からでも出動しなければならないのです。なければ良いと思うそのような非常時のために他国の艦艇からも機動団は動けるようにしなければならないという思惑だったと考えられます。国先型輸送艦が動けないような事態になれば、蒸気のようなケースは10分考えられますから、将来的にも他国の艦から出動する訓練は続けられていくと予想されます。日本とアメリカ、オーストラリア、イギリスなども万が一の場合、大規模な共同作戦を展開する能力があることを中国に見せつけました。これに少しはビビって、犯罪まがいの強引な海洋進出や、戦争もどきの台湾侵攻の脅し、日本領の尖閣諸島の実効支配などの軍事行動を思いとどまってくれればいいのですが、逆ギレして、急速猫を噛むとばかります、ます暴走する恐れがないとも言えませんね。相手が、強力な武器を持っているから、自分は、それ以上に、強い武器を持たなければならないといういたちごっこが終わらず、いつまで経っても対立が終わらないパターンは歴史上には溢れています。人間は歴史に学ばないというのは非常に残念なことですね。